バイクでユーラシア大陸を横断し、女性のインタビューを撮り続けてきたイタリア人の女性アーティストが、今週、旅のゴール、盛岡に到着しました。なぜ盛岡が目的地だったのか、お話を伺いました。Arrivata in Mongolia! イタリア・ナポリ在住の現代アーティスト、ロサリア・ラゼッタさん。鉄を使った彫刻や三次元アートを得意としています。6月26日にナポリを出発したロサリアさんは、愛用のバイクヤマハ MT-07 に乗り、ユーラシア大陸を横断。今週最終目的地の盛岡に到着しました。ロサリアさんの旅の目的は、出会った女性たちのインタビューを撮影し、ドキュメンタリー動画として発信するというもの。去年もバイクで日本を縦断し、二戸を訪れています。二戸行った時、私はこの前来た時、ちょっと岩手県の研究したいんですけど、女の子の実写たくさんありますけど、私は本当に残念感じたんですけど、子供持ってくるんですけれども、だから残念じゃない。だからそういうのドキュメンタリー作ります時、岩手女の子は見せたい。そしたら自分の力、自分のエネルギー、中にから外出る時、生活変わるできるじゃないですか。今回盛岡を目的地にしたきっかけは岩手山。私はこの場所、ナポリのフィーリング感じた。イタリア、ナポリでベスヴィオあるんですけれども、でも岩手山見ますとき、本当に形に似てる。ちょっと天気全然違うんですけれども、ここもっと寒いんですけど、だけど盛岡でみんなで中に明るい。セルビアなどの東欧諸国を通り、ロシア、モンゴル、中国、韓国、そして日本、およそ4ヶ月で13カ国を旅したロサリアさん。岩手でもたくさんの女性に出会い、話を聞いたそうです。帰国直前、私もインタビューを受けました。自分の力、どこから？家族今関東に住んでて、なんか関東からもすごく応援してくれているので、そこまで自分の活躍をこう届けたいっていう思いがまず根本にあるかもしれないですね。いつでもテレビの中に男出る。だけどあまり女の子の夢はあまり聞きません。だから私は聞きたい。私の専門先生だから、彫刻の先生、若いの学生毎日やますけれども、だいたい女の子はそういうの自分の力信じてない。だからそういうのドキュメンタリー作ったから、ちょっとインスピレーションあげたい。ロサリアさんが世界の国々の女性たちと話をして見つけたことは、一番大変なことは始める。自分のことを信じた時、絶対問題ない。岩手でのインタビューの様子がインターネットで見られる日はまだ決まっていませんが、編集が終わり次第世界中に発信するということです。はい、熱意と行動力がすごいですよね、はい、こう女性ならではの視点で女性のためにという思い、私もすごく強く感じまして、協力できたことをとても嬉しく感じました。そしてこちら、ロサリアさんからいただいたシールなんですね、はい、バイクの上にいるのがロサリアさんですね。エネルギッシュな感じ伝わってきますよね、はい、今回の旅を黄色い馬エボリューションと名付けています。幸せの色、黄色と岩手が馬の産地ということでこの名前になりました、はい、動画の完成を楽しみに待ちましょう。さてこの後は